こんにちは、整形メイクのみゆです。今回は冬のお出かけ GRWM です。冬って結構暗くなりがちなんだけど、今回明るく見せるメイクをやっておりますので、ぜひご覧ください。エスティローダーのグッドアズゴールド2022、このクリスマスコフレみたいな感じなんですけど、それを使っていきます。まずリップが2種類入ってます。このちょっとピンクっぽいローズっぽい色と、あとはですね、このちょっとオレンジっぽいブラウン、オレンジレッドっぽい色です。で、私が使うのは今日はオレンジレッドっぽい色を使っていきます。すごい可愛いので、よれづらいっていうので、やっぱりこうマスク生活にちょっとぴったりかなっていうリップが入っておりました。はい。で、このチュルームアクア、チュルームかちょっとわかんない、ごめんなさい、エタオスのミネラルグラス、このやつね、これ肌にも優しいっていうので、でカバー力もすごく自然で、もうめちゃめちゃこれ好きです。ずっと使ってます。で、エスティローダのピュアカラーインスタントインテンスアイシャドウ、これは2種類入ってるの。もうね、やかましい、ごめんなさい。はい、2種類入ってて、もうど色、オレンジ系の色、レッド系の色、プアプル系の色って入ってるので、めちゃめちゃおすすめです。ベージュの系をアイホール全体塗って、このオレンジブラウンっぽい色なんだけど、これを二重幅に塗ります。結構ガツンと色が出るので、際から上にちょっと二重幅の上の方にこうなじませていくのがいいかなと思いました。で、この濃いブラウンを目の際に入れてあげます。はい、チャカチャンチャカチャンチャンチャチャンみたいな感じで、もうこれはザザザンって感じで、目尻から黒目終わりぐらいまで塗っていって、目頭のところに石灰ラインをアイシャドウで作るみたいな感じをやってます。で、この先ほどアイホールに塗ったベージュを涙袋全体に塗っていってます。で、ケイトのスーパーシャープブライナー EX ブラック、これめちゃめちゃ落ちづらくて、これ目尻と目頭、石灰、しゃみ出さない石灰塗ります。で、キャンメイククイックラッシュカラーの透明タイプじゃなくてビューラーね、はい、それで、ね、それを塗る、はい、キャンメイクね、まつげ下地ですね。で、ガールズメーカーのオリプチを塗っていきます。黒目の上にお山形に塗っていきます。はい、こんな感じだよーんっていう踊りで、まずブラシでぼかしてあげます。で、ボビーブラウンのパーフェクトリーディファインドアイブラウペンシルね、これすっごく引きやすくて、これ1本で仕上げられるっていうやつで、めちゃめちゃ好きです。で、おちょっとのセラム MCM オイル、まあちょっと乾かしてる間に髪の毛やっちゃおうっていうシステムなので、オイルなじませてからリファのこのビューテックストレートアイロン、ヘアアイロンを使います。めちゃめちゃこれいいのね、すんごいツヤがで綺麗に見えるし、時短なのね。結構すごい短い時間でもストレートになってくれて、で、羽がすっごいくるんってなってくれて、すごく好きなの。で、カチューシャを適当に、まあ私はセンター分けでカチューシャつけるのが好きです。で、遅れ毛をちょっと耳の横から出してあげて、くるって巻く、これくるって巻きやすい。で、アクセサリー大好きなので、もうアクセサリー選ぶ時間がもう幸福の時間。はい、エスティローダのダブルウェアゼロスマッチのマスカラですね。これブラックなんですけど、めちゃめちゃこれ最近好きで使ってます。まつげ上下つけたら、ミュントのマルチセブンアイパレットを使わせていただきます。シェーディング、眉毛の下から鼻の先までしっかり塗っていきます。で、ハイライトもね、しっかりついてるので、一緒につけちゃいましょう。目の下に入れて、唇の山に入れて、はい。でね、このエスティローダのオリジナルクラッチバッグ、抹茶かわいい。はい、抹茶だって。はい、では冬メイクいかがだったでしょうか。マジおすすめです。なんか冬って青いからこう私つけたくなるんですけど、まあ私だけですね。はい。もうこれはパパにもらったダウンなんですけど、まあ、ダウンを着るからやっぱ暗いイメージになっちゃうのかな。私黒結構着るからね。だからもう、顔だけでも明るく感じ、本当いつも見てくださって皆さんありがとうございます。本当に申し訳ない、こんなね短い動画になりましたから、短い動画の方が見やすいかなと思って最近作っているんですけど、ここまで喋るかっていうね、はい、失礼いたします。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ、ありがとう、今年もずか頑張ろう。